くのを忘れていたんだが、ここの競売はどんな仕組みだ？まず3点が出品される。それらの取引が終わったら休憩に入る。ホースとボルソディが現れるとすればその時だ。そしたら紹介してやろう。頼んだぞ。ところで軍資金はあるのか？入札の準備は？そうだな。入り込むのに苦労したんだから、もちろん競売には参加する。はあ、そうこなくっちゃ。高貴な紳士淑女の皆様、それでは競売を開催いたします。皆様、出品番号1番は悪名高いロミリー伯爵のコレクションより真鍮の像でございます。噂によると像には宝物が隠されているとか。それを確かめるにはこの美しい装飾品を壊さなければいけません。お買い得な50クラウンから開始します。入札はございますか？ヒルベルト氏が100のご入札、ミグノール伯爵夫人より150のご入札、200はございませんか？それより高値のご入札は白髪の紳士が競り合いに参加。入札は200、250ございませんか？200ございませんか？ございませんね。では素晴らしい。ミグノール伯爵夫人から250、300はおやおや激しい競り合い。300ございませんか？ございませんね。350ございませんね。300ございませんね。白髪の紳士が落札です。出品番号1番真鍮の像落札。2品目に参ります。ノビーグラドの若き画家ファン・ロッホによる絵画ポンター川の星月夜。美しい作品です。かなりお安く20クラウンから開始します。皆様20クラウンです。ただ同然ですよ。はい、猫の目の紳士から20の入札。30ございませんか？20から高値はございませんか？ございませんね。落札。ファン・ロッホのポンター川の星月夜は猫の目の紳士が落札。出品番号3番は正真正銘の珍品。面取りの刃より珍しい品です。金縁の丸眼鏡、レンズは天然の水晶を濃霧の鉱床が小さく繊細な手先で丹念に磨き上げたものです。プロフェッサーの異名を取った有名な殺し屋の持ち物でした。開始価格は200から。入札する方はグエントの達人ヒルベルト氏から250、300は盛り上がってまいりました。ヤロミル・イバノビッツ・ザイツェフ氏300、他にございませんか？素晴らしい。皆様、白髪の紳士からなんと350の入札です。豪儀なことですな。入札ございませんか？350ございませんね。落札。花眼鏡は白髪の紳士が落札。眼鏡が必要な方の手に渡って幸いです。お役立てください。手に汗握る競り合いでした。3品の競売が終わりましたので休憩時間です。どうぞ再開までご自由におくつろぎくださいませ。ゲラルト、見ろ、ホースト・ボルソディだ。他の奴らに取られる前に行くぞ。ただ、温かい歓迎は期待するなよ。ごきげんよう、ホースト。我が親友を紹介させてくれ。リビアのゲラルトといって、彼は招かれざる客だ。失礼を詫びよう。ケイアモルヘンの教えではマナーは重要視されなくてね。全く恥ずかしい。うん、見ればわかる。どうやら2人とも会話の始め方を間違えたようだな。どうだろう。まずは3人で乾杯をして。お前のようなものが私に何の用だ。ボルソディ家の競売場というからには他の家族がいるだろう。その者と話したい。何と言えばいいか、もう少し腹を立てずに話せる相手がいい。ああ、ゲラルト。その名前は歴史的に受け継がれたものでな。もともとホーストの父上と叔父上が始めた競売場で、今の代では私一人で運営している。分かったらすぐに要件を言え。分かった。御託は抜きで話そう。マクシミリアン・ボルソディの家を手に入れたい。そうするには。何だと？どこでそのことを？二人とも少し頭を冷やせ。落ち着いて静かに話すんだ。答えろ。どこでその話を知った？おい、落ち着け。どこだ？オルギエルド・フォン・エベレックに聞いた。その名がどうした？大問題だ。このウィッチャーを外へ連れ出し二度と入れるな。たとえ大祭司ヘメルファルトと一緒でもだ。彼は単純な質問をしただけだ。過剰なのではないか？それ以上余計なことを言ったら口座をライバル銀行に移すぞ。すまん。だが衛兵の手を煩わすまでもない。こっちから出ていく。お前に選ぶ権利を与えた覚えはない。この汚い変異野郎をつまみ出せ。あなたの件です。法律によりお返ししなければ。ただ、法律に返却の時期は書いてない。立派な紳士を叩きのめしてから返すことにしよう。エリートが集まる場所とはよく言ったものだ。さあ、かかってこい。軽く運動しようじゃないか。左！いやー、脳天か！レナニアのために！法律には負傷者を見かけたら医師を呼ぶこととある。だが急いで呼べとは書かれていない。しばらくそこで待つんだな。剣がなくともウィッチャーは血を呼び寄せる。噂は本当らしい。庶民の知恵を教わる気分じゃない。お前は何者だ？うまくいけばお前のパートナーになるものだ。パートナーなど必要ない。いや、それはどうだろう。一人でマックス・ボルソディの家を探すのは難しいぞ。なぜその家を探してると分かった？変装して競売場にいたからな。あんな興味深い話は聞き逃せないさ。構わないから要点を言ってくれ。家を手に入れるには金庫室に入る必要がある。だがホーストが親切心から中に入れてくれるとは考えにくい。強盗か？気が進まんな。ならやめるか？北仙フルト付近に住んでる薬草医を探し、ノコギリ草の液を手に入れる。行けばわかる。もし何かの罠だったりしたらまた会えることを願う。また来てくれたか。金に変えた家があるんだが。そうかい。どうして俺のところへ？ファン・ロッホの作品だからな。ファン・ロッホだって買うさ。財布持ち合わせが少ないんだがおまけをつけるよ。あるウィッチャーが置いてったんだ。ゲータンだったかな。面白いではな。